現在、プレミアリーグで暫定首位にあるアーセナル。最後にリーグタイトルを得るにしろ、2位で終わるにしろ、チームに競争力が戻ってきたということを示すには十分なシーズンだ。7期ぶりの CL でベスト8まで駒を進め、リーグ戦もここまでマンチェスター・シティと張り合えることを示した。来期は、CL も含む複数コンペティションで競争力を示し続けるということが一つの課題となるはずだ。 アーセナルにマンチェスター・シティやレアル・マドリードほどの選手層があるかと言われれば確かに疑問で、より選手層を充実させることが複数のタイトルを狙うことにつながっていくはずだ。しかし、FFP の規定内で補強を行うためには選手の売却が避けられず、現行戦力をどこまで維持し、どこを切るのかの判断をクラブは迫られることになる。イギリス、フットボールドットロンドンは、 ライカにアーセナルを去る可能性が高い11人をピックアップしている。まずはローン移籍組だが、DF ヌーノタバレス、DF キーラン・ティアニーは残念ながら売却の可能性が高そうだ。左サイドバックは復帰間近といわれるユリエン・ティンバーもこなせるポジションで、さらに富安健洋やオレクサンドル・ジンチェンコ、ヤクブキビオルと熾烈なポジション争いが繰り広げられていて、いささか人員方だ。 MF ・アルベール・サンビロ・コンガも挙げられているが、彼はローン先のルートンタウンで印象的なプレーを見せていて、来季は改めてチームに組み込まれるのではとの期待もある。ウィンガーのリース・ネルソンは先週のノース・ロンドン・ダービーでベンチを外れており、エディー・エン・ケティアも最近は結果を残せない。アカデミー育ちのこの2名も放出候補とされる。もう1人、ヘール・エンド育ちのエミール・スミス・ローもいるが、 チームは彼の最適な使い方を見つけられていないと指摘されている。怪我もあり、コンディションがなかなか安定しないこの生え抜きの10番をどうするかは悩ましいところだろう。もう一人悩ましいのが MF トーマスパルティで、直近2試合の戦いぶりを見ればやはり欠かせない戦力だ。しかし今期も怪我でシーズンの大半を棒に振っており、残り1年となる契約をどうするのか判断を迫られる。 新しい MF をトーマスの代わりに置くこともクラブは考えているはずだ。また、ミケル・アルテタがシティのコーチだった時代から共に戦ってきたガブリエウ・ジェズスとジンチェンコとの別れも思ったより早いかもしれない。ジェズスのリーグ戦4ゴールは到底期待されていた数字ではなく、カイ・ハフェルツの対等によって存在価値に疑問符がついてきた。 ジンチェンコもティンバーが稼働できるなら出場機会が減少すると思われる。今季の開幕戦の先発左 SB がティンバーだったことを考えると、アルテタ監督はもともとティンバーを主軸に考えていたと推測できる。さらに今季も限定的な出場にとどまった MF ・ファビオ・ビエーラ、そしてグキ・アーロン・ラムズデールが挙げられている。 ラムズデールに関しては結局序列がここまで逆転していないことを考えると移籍するしかなさそうだ。問題はどこを優先し誰を残すかで、トーマスのように出場すれば無双のパフォーマンスを見せてくれる選手もいるだけに判断が難しい。とはいえ、地の入れ替えは欧州の真のエリートに返り咲くためには必要で、フロントには今夏も繊細なマネジメントが求められることになる。